ファンタスティックスの堀夏樹です。今日は何をやりましょうか、はい、しゃあ今日はこれですよ。これこれ持ってきたんですから、担いでこれですよ。ギター。まあ YouTube チャンネルのコメントとか読んでてもギターやってほしいとかそういう姿が見たいってコメントも多かったので、もうやっちゃおうということで、それでは行きましょう。今回はギター工場計画当たってすらないですですね、きっかけは父がロック好きなんですよね。すごい昔からなんかエアロスミスだとかモトリークルーだとかバンドの音楽聴いてて自分もかっこいいなと思ってたんですよ。で、新しいことに挑戦するならギターと思って始めたいと思いましたね。よく行くわ。いや、それはもうね、ライブとかで披露できたら最高に目立てるんじゃないですか。ギター歴は1ヶ月2ヶ月、どっちにしろギュッてしたらそんくらいです。やってる時間は始めたんですよね、自粛中にっていうことは紹介したんですよ。そしたら、え、ギターやんの、ギターできるの、え、すごい、ギターやってよ、いや始めたばっかですからっていう初心者なんで、あのギター持ってるから弾けるってわけじゃないですよね。ファンの方の期待もあるので、どうしても上手くならなきゃいけないっていうことがありますから、ギターの似合う男になりたいですねギターの似合う男になりたいですねじゃあ今日は先生を呼んでおります。はい、先生ですよね。あ、先生。よろしくお願いします。おいくつですか今。13です。13。はい。ギターの腕前がもう圧倒ですよ。僕そこに立ってたのになんか気づいたらこっちにいますもん。ギター歴どれくらいやってるんですか。9年です。9年。4歳の頃から。4歳。はい。福山雅治さんが認めた少年。これ、え、どういうことですか。福山か紅白歌合戦っていう、はいはいはい、イベントで僕優勝させてもらって、ほう、ギターをいただきました。サイン付きで、すごいですね。というかこの堀夏の冠かっこ仮はチャンピオンばかり来るんですね。絶対堀夏さん知っていくわけなんですけど、あの、はいはいはい、ダーリンですよね。僕たちのファンタスティックスの5枚目のシングルの表題曲、Hey Darling。 これやばいな、普通に楽しい。
気持ちいい。怠慢で何か勝手にライブでやりたい。自分のね、もう自分のもう自分のゾーンを作って伊吹くんと2人でやりたいレビューって本当に気持ちいいですこれ。僕13歳の頃なんて本当に口開けて寝てましたね。授業口開けて聞いてたな。実力を見せてもらったらもう習うしかないですね。これ夏くん弾きたい曲はありますか？最近あの YouTube だったり SNS で話題の香水が弾いてみたくて。どうですかね伊吹先生、これ弾けますか？教えて。全然弾けます。おカバンナのその香水のせいだよ。早速教えてもらいたいんですけど、何から始めましょうか？まずあの、はい、自分がさっき持ってたギターとかに名前ってありますか？名前？あのまずギターの心得がありまして、はい、ギターと家族同然に接することなんです。ほこのギターはあの福山さんの曲にちなんでひまわりっていう。おしゃれ素晴らしい意味合いも込めてね、はい、すごいいい名前。そもそもなんで名前を好きだと思ったのか。お母さんたちは生まれた子供に、はいはい、大事に生きてほしいとかいろいろ名前をつけるじゃないですか、はい、あれ僕つけてねえやん。なるほど、もう子供だとずっとギターって言うと一緒に寝落ちしちゃうってことです。でその時もずっとギターを抱えて話さないんです。恋人兼友人みたいな。そんな感じです、ね、素敵です。愛してた？いや正直そこまで愛せてなかったかもしれないですね。まずそこからだと思うんで。はい。もう一人の自分みたいな意味も含めてギタナツ、ギタナツでいきましょう。いいと思います。 いいと思います。はい、これおしゃれ番長が言ってるでも大丈夫です。ギタナツでいきましょう。いきますか。まずはい、G、OK です。その次が A コード、そしたら D、 これで基本的に香水はできます。あのこれで基本的に香水ができる。はい、すごっ。別に君を求めてないけど、本当だ。あのちょっとだけあの違う部分とかあるんですけど、大体はこの3つのコードでできます。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガで変わる。はい、かなるほど。できてますよ。あの僕がこれ初めてだったら絶対できないです。本当にギター始めたばっかりだったら絶対できないです。結構勇気になります。じゃあ次のコードはあと2つだもんね。はい、うん、あと2つ、あと2つがちょっとラスボスなんで。ラスボス F バンドさんやりますか？ F、 F ね、鳴るかな。で、さっきので、F か。はい、ジャック。F むずいっすね。やっぱギターってどんな困難を待ち受けてるか分かんないの、はい、こんな壁があるんで。例えばさっきやってた F もそうですし、はいはいはい、いろいろ壁があるんですよ。でもその壁に当たっても絶対に折れないことです。先生僕折れません。折れないハードが必要です。何事にも打ち勝つ。
ここだね。でこれでサリが完成。はあ、あちょっと光見えたかも。では本部さん、はい、どれぐらい練習したっけ。わー、どれぐらい練習したんですかこれ。かれこれ1時間くらい練習しちゃいました。イブク君とコラボして、はい、エイトさんのコースに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。行きましょうか。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スー。別に君を求めてないけど横にいなく。おう、おし。別に君を求めてないけど横にいられると思う。もう一回だけ。はいはい。いやー優しいんですよ、イブク君、ほんとに。はい、OK です。ありがとうございました。くさということで、皆さんご視聴ありがとうございました。これからもコメントたくさん読ませていただきます。僕にやってほしいこととか、単純に質問とかリクエストとか、もういいねマークを押してとか、なんでもいいです。たくさんコメントしてください。そして、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。